行くのか。まったく、いつも誰かを犯人呼ばわりして人騒がせなやつだ。僕は明朗会計、良心価格でしか仕事を請け負っていない。このバカ、口の利き方も知らないもんですから、ごめんなさい。
ればいいってことね。大丈夫なの？それで。お探し物ですか？どんなものをお探しですか？もしかしたら遺失物で管理に届いてるかもしれませんから、問い合わせてみますよ。いや、そんなに大したものじゃないんだ。またお前か。私が探しているのはこんな安物ではない。どうなんですか、富ヶ谷さん。私のものではない。指紋？私のものだ。返してもらおう。勝手にしろ。
詐欺師になれるんじゃない？私の家ね、親が厳しくてぬいぐるみなんて買ってもらえなくてさ、だから子供の頃は持ってる友達が羨ましくて。だからぬいぐるみが傷つけられてつい頭にきちゃって。お客様にそんなとこ見られたらどうすんのよ。本当にもう、だらしないにも程があるでしょ。アホか！大体私がいるじゃないの。女の子の目の前ではだけた胸なんて見せないでよ。こと言うのは、
とうございます。朝から見苦しいとこ見せちゃってごめんなさいね。いえいえ、男の方が2種類に分かれているなんて初めて聞きました。生まれた時にお名前と一緒に決めたりするものなのですか？アホか！真面目に答えるバカがどこにいる！で、かなこさん、朝食？いえ、京一郎さんに折り入ってご相談したいことがありまして、その、ここではなんですから、私の部屋までお越しいただけると。仕方ないわね。いいわよ、行ってきて。ただし、終わったらすぐに帰ってきてよ。渚さん、ありがとうございます。私は何も食べていませんよ。わかります、いつもきつすぎない程度にしか使っていないんですけれど。本当ですか？それはとても助かります。実は私の母のもう他界しているんですけれど、ネックレスがなくなってしまったんです。はい、とても大切にしていたものなので辛くなってしまって。本当ですか？京一郎さんって本当に面白い人ですね。京一郎さんなら絶対に探し出してくださる気がしますから安心してしまうんです。そこが京一郎さんのすごいところですよ。この旅行中はずっとこのバッグの中にケースごと入れていました。昨日のお昼に見た時にはまだあったのは確かです。ええ、そうなんです。
どうぞ。さすがに捨てたりはしませんし。見覚えがありません。私のものではありませんけれど。もしそれがあるとしたら京一郎さんだけだと思います。それにこの部屋に入ったのは京一郎さんとベッドメイクに来ていただいたお部屋係の方しかいらっしゃいません。どなたかがこの部屋に入られたのですか？いえ、なかったと思います。
とわかりましたか。はい、京一郎さん、あなたが頼りです。よろしくお願いしますね。はい、何でしょう。